ちゃんいらっしゃい、命の誕生。赤ちゃんいらっしゃい、命の誕生。ベニーモ村イモーニング、この時間は沖縄市三里にありますアイリディーズクリニック協力のもと、お産の瞬間を録音して放送するコーナーですよ。さあ、命の誕生の瞬間、とっても感動的ですよね。お産がもっともっと、皆様の身近なものになればと思い、アイリディーズクリニックさんのスタッフさんが録音してくれた音源、今日も皆さんに聞いていただきます。さあ、今日も2人のお産の瞬間放送しますので、どうぞ最後までお楽しみください。ベニーモ村イモーニング、この時間はお母さんの幸せ、それは家族の幸せ、アイリディーズクリニックの提供でお送りいたします。それでは早速皆さんに聞いていただきましょう。まず1人目、匿名希望さんです。立ち会っているパパの応援中、無事に出産、元気な産声が聞いたパパの感動している様子が伝わります。コメントはパパとおばあちゃんですよ。それではお聞きください。姉ちゃん、もうちょっと、ちょっと、もうちょっと、姉ちゃん来て、あ、やめろ、姉ちゃん、ルイちゃん頑張った、ルイちゃんへ、今日は可愛い女の子無事に産んでくれてありがとう。今までルイちゃんが頑張ってくれたから、今度はその分俺も精一杯頑張りますので、まだこれからも一緒にお願いします。可愛いベイビーちゃんへ、無事に生まれてきてくれてありがとう。お父さんお母さん、精一杯愛情を持って育てるので、無事に育ってくれればもうそれで何よりです。生まれてきてくれてありがとう。ていよ姉ちゃん、お疲れ様、可愛い赤ちゃん産んでくれてありがとう。今日からはレナが面倒を見ます。よかったね、ルイ。みんなとっても喜んでます。どうもありがとう。お疲れ様でした。みんなで育てようね。はい、お母さんです。もしもし、ルイ。おばあちゃんです。しもし。電話みたいね。3ヶ月間です。よく頑張ったね。おめでとうございます。はい。ルイちゃん、ありがとうございます。頑張っていきましょう。おめでとうございます。女の子の赤ちゃんが生まれましたね。家族みんなで育てましょうね、というお言葉いいですね。続きまして2人目です。匿名希望さん、元気な産声から始まります。勢いのいい鳴き声に喜びの声が聞こえますよ。コメントはご家族の皆さんです。それではお聞きください。おめでとうございます。10時42分です。 Congratulations!
Yeah, I want to say you are so strong. You are a very strong woman, and I thank you. Sara, so beautiful. Sara, I love you. I can't wait to meet you. Thank you so much. I love you both. リエ、おめでとう。初めての子供だね。今から楽しみだね。終わり。リエ、おめでとう。早くサラ抱っこしたい。リエ、お疲れ。おめでとう。サラ、早く抱っこさせて。リエ、お疲れ。あんたがもう俺が知り合った頃あんなに小さかったのではないか。まあまあでもお疲れ。ルーはもうお疲れって言ってるよ。はい、あやま。リエ、おめでとう。リエが本当のお母さんになるなんて実感ないです。サラだけじゃなくてアイナの面倒も見てね。バイバイ。リエ、おめでとう。リエがお母さんになってとっても嬉しいです。バーバーが一緒に見るってよかったね。一緒に家族みんなで成長しようね。お疲れ。じゃあね。以上、リエおめでとうコメントでした。ピコイエーイ。おめでとうございます。女の子の赤ちゃんが生まれましたね。ご家族の皆さんってやっぱりいいですね。みんなで育てよう。そしておめでとうメッセージもたくさんの皆さんからいただいておりましたね。すくすく赤ちゃんも育って、そしてみんなで仲良く成長していくんでしょうね。はい、本当におめでとうございました。さあ続いてはですね、皆さんが、はい、待ちに待っております教えて北条先生のコーナーでございますよ。さあ今年あいあい保育園などもですね、立ち上げた北条先生、お忙しい中もですねしっかりとこうやって、皆様に向けてのメッセージやコメントしておりますので、ぜひお聞きください。よろしくお願いいたします。さあこのコーナー、アリディスクリニック院長、北条先生のがですね、お産について時には社会的なテーマを取り上げてお話をしていただく、コーナーでございます。さあ、今週ですね、皆さんに聞いていただきますのはですね、先日オープンしたばかりの、先ほど教えました、あいあい保育園ね、そのインタビューをしていただいた音源、皆さんにお届けいたしましょう。さあ、あいあい保育園の魅力や今後についてもお話をしてくださってるそうですよ。それではお聞きください。はい、北条先生、こんにちは。こんにちは。声が響きますね。そうだね、ちょっと場所を変えて。すごい、今日は、あいあい保育園に来ています。先生も保育園にいるときはなんか洋服違いますね。そうね、あ、ちょっと、あ、今ちょっと子供たちとかけ鬼ごっこしてきたけど、かわいいね、子供たちは。あ、子供たちは先生が北条先生っていうことを認識してるんですか？してない。知らない人が来たと思って。知らない人が、ね、楽しそうですね。すごい、あの木の新しいいい匂いがしますね。そうですね、3階はまたこの病児保育はもっと木の香りがしてね、あのいい感じですよ。今は何階ですか？ここは2階です。あ、2階なんですね。3階建て。3階、いや5階建てだけどね。3階は病児保育 で、 そうです、ね、4階は何なんですか？4階は今ちょっと小児科に入ってもらえたら、今ちょっと開けてますけどね。5階は、まあ、まあ運動ホールっていうかですね、あの、使えるようにしてますね。で、1階が子どもたちの。そうですね、1階は0歳1歳です。ここはもう2歳以上の子どもたちがね、今日は今収録中だからちょっと下に行ってますけどもね。すごい、このいろいろなんかカラフルな色で部屋が区切られてますけど、畳の間もありますね。そうですね、あそこはいろいろとこの子どもたちが図書本読んで静かにする部屋だったりね、あるいは、まあ、ここもそうですよね。あとは畳から下から覗いたら上から、今ちょっとまだ穴が開いてないんですよね、強化ガラスを入れて、上と下とこう子どもたちがね、にらみっことかね、壁には今からロッククライミングができるように今からつきますね。面白いですね。そうそうね、来て飽きないね、楽しく過ごしてもらえる。この壁は全部あの
チョークで描けるんですよ。壁に。そうそうです。最高じゃないですか。そうですそうです。そういうふうに子どもたちも落書きをしたりね。まあ保育っていうと普通はもうただ預かるだけだけども、教育をやっぱりしていきたいというのがね、僕の中であったので、できるだけ子どもたちの発想とまたね、どういうことに興味があるかをね、引き出して親に伝えていけたらなと思いますね。だって医療も近くにありますもんね、すぐ隣に。そうですね。将来お医者さんになりたいとか、うんうん、産婦人科になりたいとか、うんうん、保育士さんになりたいという人が出てくるでしょうね。そうですね。そういうふうになってくれるとね、よりいいなと思いますね。うん、先生、ここによく来てるんですか？やっぱこう木曜の午後、向こうが診療がなくてお産がない時、ね、そうですね、ね、木曜土曜日にちょっと顔を出して、あとはまあセキュリティカメラでずっと中の状態見れてるので、ね、親御さんたちも、はい、仕事をしながら自分の子供今どうしてるだろうってね、こう見ることができるようにしてます。お母さんお父さんも見れるんですね。そうですそうです、ね、あちこちにこうカメラがついてね、いう感じですか。思ってたよりも、うん、なんかとっても素敵だけど、うん、すごい子供っぽい保育園ですね。そうですよね。はい、3階のその病児保育もね、病気でただ寝てるとかわいそうだから、キャンプ、アイアイキャンプでキャンプをするイメージね。だからイメージわかんないです。そうだね、はい、まあ、風邪ひいてる子はちょっと隔離された部屋からだけれども、うん、ちょっと風邪が治った子は外から一緒にプロジェクターでね、日本昔話とかを投影してね、一緒に見たりね、うん、どの辺がキャンプなんですか？うん、まあ、そういうこうなんですかね、まあ、またちょっと3回見てもらうとね、 はい、あれですけども、非常にこうなんですか、病気した子がねいるって、もうなんかもう悲しくて、まあ、ここに来たいって思うようなね、病気しても楽しいと思える場所ね。病気すると心細いからね、子供はね、早くお母さんに甘えたいんだけども、でもお母さんも仕事でね、どうしても抜けられないとかね、そういう時は安心して、ね、子どもたちが入れられるようにね、してあげる空間を作っていってます。うわ、はい、素敵ですね。うん、改めて、はい、開園おめでとうございます。ありがとうございます。いかがだったでしょうか。アイアイ保育園ね、なんと今回はアイアイ保育園のこの建物の中から、インタビューしておりましたね。さあ、ぜひ皆さんですね、お近くを通られる際には、そしてまたですね、見てみたいという方はお問い合わせの方もお願いいたします。さあ、この時間は教えて北条先生、皆様にお届けいたしました。皆さんからのメッセージなどもお待ちしておりますので、どんどんお寄せくださいね。ベニーモムラーイモーニング、この時間はお母さんの幸せ、それは家族の幸せ、アイリディスクリニックの提供でお送りいたしました。